皆さんこんにちは、みゆです。いきなりですが、鹿児島といえば皆さん何を思い浮かべますか？そうです、西郷さんですね。東京には上野に西郷さんがいることで有名なんですけど、ちょっと調べてたら、なんと西郷山公園っていうのを見つけたんですよ。ちょっと気になったので、今回はそちらの動画をお送りします。と、その前に、西郷山公園の最寄り駅が代官山だったんですけど、私個人的にずっと行きたかったスターバックスリザーブロースタリーに行くことにしました。この日は天気も良くて、気温もすごくね、暖かくて気持ちよかったので、結構お客さんも多くって、まずは整理券を発券して順番を待ちました。しっかりアルコール消毒もして、フロアの中に入ってきます。想像してたよりすごく広くって、もうコーヒーのアミューズメントパークのような感じでした。公園用にはピザとコーヒーを買って持っていくことにしました。せっかくだったので、こちらでしか味わえないアイスが乗ったフロートをいただきました。特等席でね、食べることができました。本当、目黒川の川沿いなので、お近くの方はぜひ行ってみてください。さて、本題の西郷山公園です。スターバックスからは 7,8 分だったかな、10分もかからないぐらいだったと思います。結構な坂をね、登って到着しました。高台にあるのですごく気持ちよかったです。で、西郷山のね、名前の由来なんだけど、高森さんの弟の嗣道さんがここら辺の広い土地を購入したそうです。高森兄ちゃんをね、鹿児島から迎えようとしたんですけど、タイミング悪くその時に西南戦争が起きてしまったっていう感じで、だから高森さんはここにはね、来られてないんですね。西郷嗣道の別邸になったので、ここら辺が西郷山と呼ばれるようになったみたいです。桜島の溶岩を使った記念碑も置いてあって、結構迫力ありました。これちゃんと鹿児島県だったりね、いろんな市の名前も入っている記念碑ですね。あと、この公園一帯には鹿児島から樹木も寄贈されているみたいです。緑がたくさんで、すごく気持ちいい公園でした。先ほどのスタバでね、購入したものをつまみながら公園でゆっくり過ごしました。これから暖かくなってくるので、関東にいる方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。